エルエモンシャドルーム X デザインでソリッドワークスの認定資格 GSWA のサンプル問題モデリングやってみたよー。ご注意、テルエモンシャドルームはテルエモンが気まぐれに CAD 操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますがテキスト文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますがご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうもテルエモンです。今日なんですけども X デザインを使ってですねソリッドワークスの CSWA 試験のサンプル問題をやっていきたいと思います。こちらのサンプル問題はですね、概要欄にも貼っておきますが、こちらのホームページからですね、このサンプル問題というところをクリックするとダウンロードできる PDF になっています。それではですね、こちらの新規構成部品をクリックして、やっていきたいと思います。する、左、一だと文字が回る。大丈夫ですね。はい。はい。では、早速ですね、こちら。ですね、まあ、こちらか、まあ、こちらを見てですね、やっていくわけなんですけども、ですね、まあ、基本的に ABC っていうのがですね、定義されていまして、まあ、こっちでその ABC の寸法入ってますかね。でね、こう、ABC、高さ、ここの幅、こっちの横ここですね、の指示があります。まずはですね、ここの部分、作っていきたいと思いますが、まずは四角い形を書いて、後からこのカットを、ね、していきたいと思います。等角不足に見たようにするんであれば、こちらの右側面ですね、接続底面にスケッチですかね。で、長方形で、今回左下を基準にしていきましょうかね。もうちょっと今、本当に今これを今パッと見て、本当に今からこう、やっていくことですね。だからまあ事前にこう練習とか今せずに、いきなりこう始めてるので、まあ、いつ毎度のことながらちょっとグダグダなちょっと動画になるかもしれないですが、まずよろしくお願いします。ではこの100と63ですね、入力していきます。キーボードの D を押すとですね、寸法コマンドに切り替わり。で、クリックしまして100。で、こちらが63ですね。はい。だね、左下基準。まあ、左下か右下の基準になるんですが、下でもよかったですが、今回左下でいきたいと思います。では、スケッチ。まして、50ミリ押し出していきます。フィーチャーの押し出し。よいしょ。で、こちらもどちら側に押し出すかなんですが、ここですかね、ここを限定にしていこうと思います。で、こちら側に押し出して、で、こちら50ミリ。押し出していきます。続いて、作りやすいところからいくかなと思うんですけども。まず、やっぱりここの、右側面図ですね。のところの寸法を見ながら、この右上の四角いカットのところでやっていきましょう。面に、スケッチね。で、四角でカットする四角を書いて、で、キーボードの D ボタンで寸法に今回切り替えます。そして D ボタンもしくはここ、こちらクリックすると寸法に切り替えれますので、こちらが40ですかね。40。で、15。こちらが、で、15になる。ここでカットしていきます。まあ、これ、一度にですね、こういった寸法をつけた、で、書いてもいいんですが、特に手順を踏んでいった方ですね、
作りやすいので、私の場合は。一個一個こう、カットしながら作ると思います。今度下のとこですね、こちら。この面にスケッチですね。まあ、少しずつ少しずつちょっと作成していきたいと思います。で、ここは、変更なってますが、一回ちょっと三角でカットした後から、ピレットで接つけていきたいと思う。こちらが、ちょっと、15ですかね。寸法見ながらやってますね。この40と15ですね。ここ20度ですね。斜めの線とこちらの。45ですね。反対が40。こちらが40。はい。で、全部黒くなりましたね。寸法ちょっと入ったような形ですね。スケッチの線が。います。で、これで、ヒーターの押し出して、こちらの面。パッと。一方向感で OK。で、丸が、10度ですね。ひねって、後から出てきて、10度。ね、はい。続いて、こちらですかね。ちょっと作りやすいと。パッと多いです。もう一回作ってみます。こちらから、もう一回この端点に戻して、カットしたいとこ閉じて、です。この円弧の中心は、この直角と1です。コントロールキーを押しながら、点と線選びまして、1ですね。こちらが20ミリですかね。10。で、この円弧の中心が35。R21。うん。あ、そう、ここ20なんで R20 はもう決まってます。はい。です。また丸い穴が来るんですが、一旦ここでスケッチをして、あと、量が、9ミリですかね。ヒーターの押し出して、こちらの辺が、9ミリ。あとね。で、OK。はい。この丸い穴も開けたいと思います。こちらの画面にスケッチして、5円ですかね。で、1回もあるかと。で、D ボタンで、寸法に切り替えまして、直径10ミリですかね。で、バッチ。で、高さが35になるわけです。ここと、この高さが、あれですね。水平です。水平。ここで35にしてもらって、ね、スケッチで、リーダーし、こちらお写真から選んでもいいですね。先ほど、こちらから選んでもらって、ここもカットの状態になって、選んで、で、一方向感の、カット、はい。で、カットの穴は、ましたらそろそろこの左側の方行きましょうか。です。こちらを見ながらですね。あとはこちらにも書いてあるので、と見ながらという形なんですが、まずは一旦こっちに全部円書きまして、この寸法関係は、はい。
ル3時って書いてあるんですね。で、3、やってみよう。こちらに入れて、この左、右側と似たような感じのやり方。で、円。で、通し入れ。まずは、SKB ボタンを押して、こちらの点と、点がまず。で、B ボタンで、まあ、S マン、コスモに切り替えまして、R30、R3。で、35。ね。で、R30 で、それでカット。一旦こちらでカットして。ギターの押し出し方で、画面ですね。で、一個交換で、OK。で、この、この、こちらの部分は後から追加していきますね。こちらの丸。今日はわかりやすいですね。あー、ちょっと直径50。で、深さが。選ばれてしまうのでします。1回スケッチの展開。2分間で1回。こちらの線と、こちらの線で。で、置きまして、で、切り出して。で、コンビ、コンビ、13時。フィーチャー編集で、ここですね。はい。また、面にして、で、今度は直径が10ですかね。ひたすらですね。今、押し出しか押し出しカットしか使ってないんですよね。例えば、押し出したり、押し出しカットして、一つ作ってます。これが、この面と出しカットですね。あと見た感じ。あと見てるか、目見た感じ。出し面が、どこまでか、次のジオメトリ、次のサーフェスまで。次のジオメトリまでに、で、この面までだよ。ってことですね。次のジオメトリ、要素まで。それで、この面までって指示をして、ね。はい。あと、この左下を、指示して、8ミリで指示して、ね。この面にスケッチ。ね。
まして、スケッチ AR20 トリムでいらないで消してきてね。で、これだけ欲しい。はい。で、R20。Thank you.
めて聞いて何もないで。で、斜めに何かカットしてある。2.8 とか B ですかね。パーセント。
B ですね、あってます。はい。無事に完成して答えも合っております。はい。で、今回 X デザインというですね、ソフトの方で、このフリットワークの CSW という資格試験の問題のサンプルですね。練習チャレンジしましたが、無事に作れましたよ。これ使ってみたいことも押し出しと押し出しカットですね。まあ、スケッチ書いて押し出しとカット。まあ、ヒレットもちょっと使ってますが、基本的にスケッチと押し出し、押し出しカット。まあ、コマンドとしてはここですね、2つ3つしか使ってないと。ですが、こちらの方が、作ることができましたと。まあ、これ3次元はですね、結構押し出しとかを出しということで、複雑そうに見える方と、この順番にやっていくと、一つ。で、この X デザインはですね、先ほど説明したかと思いますけど、ブラウザですね、今 Google Chrome でこちら動かしてが、問題なくですね、作っていくことができました。はい。それではですね、今回の動画以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。